い、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムからタカラトミーモールオリジナル日産レパードを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナルの日産レパードです。ボディカラーの方は紺色っていうのかな、それと下の部分がゴールドになってるツートンカラーになってます。でフロントの方を見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はクリアパーツになってて、中央の部分にはレパードのロゴがプリントされてます。グリル周りもすごく細かな作りだね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットのこの光沢感とかもいいね。で窓ガラスのこのモールの部分はシルバーで塗装がされてます。でルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。で助手席側はこんな感じだね。ボディカラーのこの紺色とゴールドのツートンカラーが似合ってるね。でドアノブのところも塗装がされてます。ホイールのデザインもこの当時のデザインが再現されててかっこいいね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。この部分にはレパードってプリントがされてあって、トランクの中央の部分のエンブレムみたいなのはちょっとこれはプリントが潰れてるかな。でテールランプの部分も細かな作りになってます。ちゃんとマフラーもシルバーで塗装されてるね。で運転席側はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。この当時はやっぱりこういった角張ったデザインの車が多かったよね。内装の部分はこんな感じだね。内装のカラーリングは紺色なのかな。運転席側から見てみるとこんな感じだね。この当時の高級車っていうとこんな感じのソファーみたいな感じでふっくらしたシートだったね。でタイヤの部分はサスペンションがついてます。でタイヤの表面も少しトレッドパターンっぽく刻まれてるね。でアクションはこの左右ドアの開閉だね。で裏の方は日産レパード2017年のシャーシーになってます。で最近はこういったツートンカラーの車ってあまり街では見かけないよね。だけどこの当時はこのツートンカラーが高級車の代名詞だったかな。このボディカラーの紺色と内装のカラーリングがマッチしててすごくいいね。かっこいい一台になってると思います。箱の方は正面のパッケージに日産レパードのイラストはね。でこの部分にタカラトミーモールオリジナルのロゴがプリントされてます。で側面の方はここに日産のオフィシャルライセンスのプリントだね。で裏の方はこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのタカラトミーモールオリジナル日産レパードを紹介しました。でこの日産レパードはトミカプレミアムの通常版でも発売されてたね。確かボディカラーはゴールドだったと思うけど、オリジナルの方になると紺色で、これもまたかっこいいね。で最近の車はこんな感じで角張った車ってあまりないからちょっと新鮮に感じたね。いい一台になってると思います。でこのモデルはタカラトミーモールオリジナルなので、オンラインショップのタカラトミーモールで購入することができます。で品切れになるケースも結構あるけど、ちょくちょく在庫復活しているのでチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。